ので。あなたはもう忘れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして、二人で行った横茶の風呂や、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。